乾杯。縁だと思いますんで、そういうご縁をね、作っていただいた YKP さんにはありがたいなと思いますし、またね、Facebook でつながっちゃってもいいですよって感じですので、よかったら、はい、石川さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ねえ、男性の黄色い声ですね。歌謡曲2曲やりましたけれども、次はアニメソングを1曲やりたいと思います。これ音楽やられてギター弾かれる方はご存知かご存知ないか分かりませんけども、カポなんですけど、この間買った新兵器なんですね。キューって変えるやつですね。そうそうそう、ローリングカポって言いましたね。ローリングカポ3500円ぐらいだったと思います。アマゾンでポチしましたけど、これね、こう半音転調する曲とかね、これがあると普通に売ってるんですか、それ。アマゾンでポチしました。売ってますよ。ちょっとこれを使って、ずいぶん懐かしい、僕は小学校の時に、ね、夏休みに再放送で朝の時間にいつもアニメでやってた海のトリトンっていう、アニメがありまして、このアニメソングはやたらめっぽうかっこいいんですね。でこれをずっとこうカバーしたいカバーしたいと思ってて練習してて、このローリングカボを得たことによってなんとか人前でやれるようになったかなって感じでやりたいと思います。ご存知でない方も昔のアニメの雰囲気をこう楽しんでいただければなと思います。海のトリトンです。旅立つ人
行きましょう。
とうございます。最後の曲です。世界中の子どもたちが、クリスマスの日ぐらい笑顔に包まれて幸せだと思える日が思える日であるといいなという気持ちで作った、ウィッシングソングという曲を聴いてください。街の明かりがめき始めると人の心も輝きを放ち出す。あの年サンタに狙ったおもちゃたち、今も私の
か落書きだモンスターでもやってみようかなみたいな感じで、まあ、そんなことはいいんですが、あの YKP 最後の曲になりまして、今日はですね、あの静岡と、名古屋とですね、まあ、合同でちょっとがっつりライブをしてみようという形でですね、一番目は石川慎也さん、樋口由美さんと同じギターを持つ形のですね、で歌謡曲テイストのカバーをガシガシやっていただきました。ありがとうございました。それで2番目は姫月由美さん、静岡の方から来ていただきまして本当にありがとうございました。お友達にもですね、この姫月さんの方にですね、あのちゃんとお友達連れてきてくださいよみたいな感じでこうやって、そうなの大変ですよみたいな感じのところの中でですね、いやまあいろんな友達関係でお願いしますよみたいな、まあそんなところの中でですね、今日は姫月さん、来ていただき、そして、3番目がですね、福田あかりさんということでですね、いつもまあ水曜レギュラーでやっていただいてて、非常に歌が心に響くあの方だなという形でですね、で、まあ、親子対決みたいな感じにしたい、あ、違う、あの親子対決じゃないです、まあ、そんな形でですね、あの福田あかりさんの方に聞いていただきました。それからあのウィッシュさん、あのボーカルと一緒ですね、先生もやられてるという形で、まあ、先日ちょっとライブもワンマンライブもありましてですね、非常に盛り上がって、非常に素敵な、その時はすごいドレスを着てですね、でこれって貸し衣装ですかって聞いたら、いや毎回買うんですよみたいな感じのところです。あ、ラインなし、いや、あのドレスはいつも、購入されるんですかって、あ、一応購入してます、購入してます、毎回してる感じ、まあそんな感じですね、まあ、先日海外に行かれてですね、いや、違う、非常に素敵なお声でですね、やっぱ英語の歌が得意、初めに曲こうやって英語でこうやってキュッと来てみたいな感じでですね、非常に堪能な、そして、後半戦はオリジナルっていう感じですね、まあそんなことでですね、じゃあ最後は長渕剛の純恋歌をみたいな感じで、まあ純恋歌は姫月さんとトレードバックなんで困ったなみたいな感じで、あ、もう時間がないから、あの井村屋やって終わります。それではどうも今日は皆さんありがとうございました。いや、あんま肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまんとかの歌です。井村屋行きます。ワン、ツー、サン、シー。Yeah.
ぜ baby いつも食べたいな井村や baby あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん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 春には売られてない冷凍しています。ルルルルルそれじゃあ皆さんで最後あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん大合唱しましょう。いいかな。あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん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 つんのめり気味で歌ってみたけどね。春には売られてない冬まで待ちぼうけルルルルあんまん肉まん中華まんピザまんカレーまんアンパンマン肉まん中華まんピザまんカレーまん筋肉マン肉まん中華まんピザまんカレーまんウルトラマン肉まん中華まんピザまんカレーまんアンマン肉まん中華まんピザまんカレーまんアンマン肉まん中華まんピザまんカレーまんアンマン。どうも皆さんありがとうございました。最後あの割り時間締めてよみたいな感じで初めに言われたので僕が締めることになります。どうもありがとうございました。イエーイ。どうもありがとうございました。